い、どうも、本日紹介する本はこちら、でれーん。みんないつか個性に変わる欠点を持っている石川由美。数々のアーティストを指導した振付師が語る個性の作り方。担当アーティスト、桃色クローバー Z、堀江由衣、ミューズ、などなど。アウェイの環境へ、ひるまず飛び込んでいけ。ビジネス、学習、コミュニケーション、トレーニング、一流を支える振付師による指導論。気になる中身の方は、目次の方は、細っけえな、これ。これ、ピンと合わない。あった、アーティスト関係者、16人が語る石川由美とは、振付師とは、これね、細かくてね、ちょっと読んでいきますね。はじめに、第1章、欠点とは一体何なのか。私が初めて感じた自分の欠点。ダンスに出会って私は個性を得た。あなたが思う欠点って何ですか？私の生徒はこんな欠点を持っていた。欠点があることは悪いことではない。ダメな自分を知ることで成長のチャンスがやってくる。欠点にとらわれていると全てがネガティブに動く。欠点とは一体何なのか。その欠点も必ずいつか個性に変えられる。第2章。個性はどうやって手に入れるのか。私が見てきたアイドルたちの個性、アイドルたちが自分の個性を作った瞬間、まず一つは個性だけでも大丈夫。自分の好きな個性に変える。アウェイに挑むことで個性が伸びる。注目されたことに対してなぜととことん考える。常識意識的に自覚と責任感を抱くようにする。プライドなんていっそのこと捨ててしまおう。大失敗した夜が成長する重要ポイント。あなたの夢を誰かに語っていますか？自分の欠点を他人から愛される個性に。みんなが口を揃えて褒める個性を作りなさい。決まりごとに縛られてはいけない。自分の習慣に疑問を持つ。特別対談、桃色クローバー Z、パート1。第3章、正しい努力と間違った努力。欠点が分かった日が努力を始める日。努力に恥ずかしさは必要ない。不良のアクシデントに焦ってはいけない。努力が救われないとは、気は相談する。すぐに結果を求めてはいけない。叱られることを嫌がってはいけない。嫌いなことを楽しむためには、日々チャレンジが溢れる環境を作る。一番仲良しな子を基準にしてはいけない。価値観の違いを言い訳にしてはいけない。基本的なことこそ丁寧に対応する。第4章、自分だけの個性を持つことができたら。個性を持つことがゴールではない。ライバル心をなくしてはいけない。個性があなたの自信になる。成功しても反省点を必ず探せ。個性が強いことは何も悪くない。自分を持ってきた時こそ基本を振り返る。新しい個性を見つけるために自分の努力は1ヶ月ごとに振り返る。1年後の自分に恥ずかしくないように。感謝の言葉こそあえて口にする。特別対談、桃色クローバー Z、パート2。次、第5章、あなたが教える立場になった時。叱るということは、こう、こまいすることを、わかんない、読めない、念願に置く。絶対にしちゃいけない叱り方。叱った後にかける言葉こそ本質であれ。叱って伸びる人、伸びない人を見極める。時には相手の成長をじっと待つことも大切。伝えたいゴールを作ってから叱る。相手の言い分にも耳を傾ける。あえて責任感を与える。第6章、振付師として、今までとこれから。振付師という仕事を振り返ってみて、先生と呼ばれ始めたあの頃の自分。振付師とは一体何なのか。振付師として何を表現するか。心に残るあのステージ。普段の自分の延長が振付師、石川由美を作る。ダンサー石川由美として、石川由美としてのこれから。改めて個性というものについて、終わりに。の第6章までです。こんな感じでーす。はい。ということで、本日はこの辺でおしまい。ぜひこちらの本、気になった方は読んでみてはいかがでしょうか。ご覧いただきまして誠にありがとうございます。それではまた、ドロン。